皆さんこんにちは。こんにちは。先週無事ジャパンゲームが終了しました。で、私たちは皆さんが大好きな人気 YouTuber のリクトさんと潜入してまいりました、うん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。で、メディア向けに公開された練習や会場の様子などをレポートしてきましたので、うん、そちらの様子をお届けしたいと思います。果たして選手へのインタビューはできたのでしょうか。そちらもどうぞお楽しみください。おはようございます。おはようございます。今ヒューストンロケッツの公開練習に来てます。どうですか？迫力ありますね。当たり前ですけど、やっぱ近いと全然違います。全然違います。特に誰に注目していますか？注目は、いや本来やっぱりラッセルじゃないですか、うんうんうん、いないっす ね。やっぱハーデンとラッセルのコンビはちょっと注目ですよね。注目です。はい、リクトさんは、はい、あの地味にクリス・クレモンズが、あ、注目してる理由は何ですか？まあ、背もね、低いしバネが半端ないんで。なるほど。クレモンズとゴードンとハーデンの厚みがマジヤバいっす。確かに、ごっついね。そりゃマクレモアとはかなわねえやって気が。あとライアン・アンダーソンシュートめっちゃ綺麗っす。僕も思ってました。それで生きてるだけあります。アペラがハーデンに怒られてました。なんでこれちゃんと右スクリーン右右って言わなあかんやろ。じゃあ実際カペラは言ってなかったってことですか？言ってなかったんですよね。なるほどね。なんか言い訳しようとしてる。いやだってでも。なるほど。でもあらへんってハーデン怒ってました。はい。ハーデンのファッションどうですか？影響力。ただ今ロンティーの上に、半袖のパーカー、その上にビブスです。上は重厚なんですが、下は短パンまくり上げスタイルです。どうですかね、それってファッションスタイル。2023年ぐらいに入るんじゃないですか。今、シュート練習、シュートアラウンド、うん、ポストのスピンムーブの練習してますね。イバカとジョハンソンがしてます。イバカ選手はおしゃれで有名ですよね。ファッションスタ、ファッショニスタなのと、イケメン自撮り写真をめっちゃ上げるで有名です。見てきます。だけど思っていた以上にかなり背が高い。確かにハーデンにしてもさ、クレモンズにしてもやっぱガードってガタイ実は良かったりするよね。なんかムチムチに見えるんですよ、うん、しっかり締まってて、ね、生で見ると全然違います。あと弾力がありそうな感じ。両チームの練習に参加してますけど、はい、雰囲気、まあやってることが違うんであれですけど結構違いません？違う。なんかラプターズの方が和気あいあいとしてるというか。確かにね、まあ真剣なパート見てないからアップだからね。まあそうですね。ただそれでもなんかリラックスしてる印象を受けるんですけど。あと、そう、メディアにね、あの出してくれる人数、頭数も全然違う。でもやっぱガソルに注目ですか？グリズリーズファンとしては。シアカムですね。いいやつそうだったし、ナンバーワンいいやつそう。どうしても主軸なので、マルクね、今年で1年なんですよ、多分契約。そっか。シアカムはね、ここから多分契約延長しますんで、はい、注目です。はい。個人的に注目してるマット・トーマスです。やっぱ今季はシュートがちょっと足りないラプターズのチームに、シャープシューターとしてやってきたスペインから、もともとアメリカ人なんですけど、この2年間スペインでやってます。なるほど。めちゃめちゃ注目して。 OK です。エリック、エリック、すみません、もう一度、もう一度。Thank you for joining us. We have three questions from the Japanese media. I'm supposed to take my shoes off too? Oh, 最初靴を取りたいみたいなんですけど。靴を取らなくてもいいですよね、日本だと。ここで靴取りましょう。日本ですから靴を脱いだ方がいいでしょうか。日本なので靴を脱ぎますということです。Pascal, how has being a soccer player helped you become a better NBA player? I think for me, just, you know, I've always been an athlete, you know, and just soccer in particular, obviously, footwork and things like that, and also conditioning, because I think, you know, playing soccer, you run a lot, and you have to run a lot, and you have to, you know, run for a long time. That spin move, does that come from soccer too? I mean, right,
Maybe. Yeah, I think you can say that. Okay. I think food was. Outside. Oh, okay. So it's outside. Oh, yeah. I thought it was like a. Yeah. Thank you for this. We're all white to know. And Russ, what was James like as a kid? James, what was Russ like as a kid? The same as he is now. God. Simple as that. Bet. Thank you. I'm in Saitama Super Arena. How is the feeling? Yeah, もう人多い。めっちゃ多い。で、いや本当にちょっと場所を移動しただけでリクトさんが何人ぐらい50人ちょいぐらいにからわれてじゃないですか。使おうこれ使おう。囲まれてすごい人気っぷりを目の当たりにしました。昨日から前日練習とかを見てるんですけど、どうですか印象は両チーム。両チームの印象、はい、そうですね、正直なところ。ロケッツの方がもうなんか最初から優勝しに行くぞっていうような活気があるという、トロントはどっちかというとまあまあまあ楽しもう、わきあいあいとしてる感じがあるというわけで、ちょっと引き続きレポートしたいと思いますので、では、昨日結構練習してたんですけどね、もともとねシュートがうまいので知られてるわけで、ああなるほど、じゃあまあ入ってる方なのかな、そういうことにしときましょう、しときましょう、はい、はい、こんにちは、リクトです。今日はナブさんと、こんにちは、こんにちは、埼玉スーパーアリーナへ来ています。いろんなトロントラプターズについての質問をしてみたいと思います。 So Kawhi left, unfortunately. It's okay. It's okay. Okay, yeah, that's exactly what we wanted to hear. It's okay becauseIt's not just Kawhi who won the championship. It is the team which won the championship. I love it. So it's the team which won, and we are grateful to him for helping us and be a part of that. Gotcha. That's the exact answer I was looking for. Thank you. So what are your expectations for this year's team? Well, I believe we still have 9 of the same players from the last team. And I believebelieve you will see a couple of players who didn't play last year, like OG. We have another player by the name of Stanley Johnson. We have another player, Jefferson. So I believe we are a very good team. Our coaching staff is the same. And we have a winning attitude right now. We are the champions for next 9 months, and we are going to use that to our advantage. But I'm okay with the people saying that we are not going to win or we are underdog. I like under the radar. Yeah. We are going to surprise the world. Okay, yeah, I love it. Okay. Arigato. Arigato gozaimashita. ちょっと本当に嬉しい。どっちが勝つと思いますか？ロケットとラプターズ。いや、私ね、私はラプターズ。ラプターズ。今日は前回のプレーオフ見たら、すごいなんか暖かさが好きなんですよね。確かに。ラウリーに会えるのも楽しみだけど、リクトさん会えて嬉しい。ラウリーに勝った男。すごいな、大物やん。ニックスファンディ。あ、本当ですか。ええ人、めっちゃええ人や。ニックスファンに悪い人はいない。いないいない。リクトさん、お二人ともリクトさんファン。すごいですね。ということでリクト君からの逆質問コーナー。はい。そうですね。じゃあ一番好きな選手は。ビンスカーターでレブロン。リクト君、意気込みを一言。意気込みです。
すみません、意気込みってどういう意味ですか。やる気の度合いをイーガーネスこのインタビューにかけてイーガーネスイーガーネスこれからのってことですか。はい、これからのことからインタビュー、いやーもうめっちゃなんか答えにくい質問いい質問するのって意外と難しいですね。緊張するから口が回らなくなってテンションもちょっと高すぎるよりはちょっと低めの方がいいかな。確かに騒音があった方が声出しやすいわ。そうなんですよ。 Ben, you may have answered this already, but have you gone shopping at all in Tokyo? Yeah. You have? Where's your favorite place? So far I went to Barney's, went to Nike store, as you can see, Tokyo shirt. That's about it. I went to a nice meat place that was amazing. Had nice Wagyu beef. Probably the best piece of meat I had in my entire life. It was so juicy and things like that. So definitely probably go there again before I leave. That's awesome. Thank you so much, guys. Thank you. Thanks. Eric, would you ever consider getting a tattoo in Japanese? I don't have any tattoos, I don't plan on getting any. Last question. Eric, so you've been a starter from off the bench. What's like sort of the difference between your approach and how you The difference is when you're a starter, you play against, you know, your best players on the floor, so you know your role. And when you come off the bench, it's all about creating your own spark off the bench, and you just got to go out there and be ready. どうすか今日の出来は。ベン・マクレモンとエリック・ゴードン仲良くなれたと思います。はい、ということでジャパンゲームが無事終了しました。はい、皆さんどうですか。お疲れ様でした。皆さんどうでしたか。ズバリ感想をお願いします。はい、ハーデン。おいやもうなんかね、レブロンとかジョーダンとかそういうレベルにこうなんていうの、素人が見ても誰が一番上手いか分かる感じになってきましたね。独壇場って感じがしましたね。別物ですね。はい、じゃあリクトさんは最後に置いといて、じゃあレオさんお願いします。一言で、はい、上杉翔ファンナイトね。普通に見て嬉しかった、ね、あやっぱ世代ですね。元ワンズ、元ワンズじゃあ最後リクトさん。いやもうめちゃめちゃ真面目なコメントになってしまうんですけど、本当にもうバスケ来たなって。あもう本当にみんな盛り上がってたし、いやいやもう今ですパクりそうになったパクりそうになった。いやパクってますよ。いやパクってました。いやでもなんかリクトさんのすごい人気がすごかったですよ。めちゃくちゃリクト君が声かけられてる中、ダイナーも見てますっていうのが100人に1人ぐらい。ありがとうございます。ありがとうございます。という感じのジャパンゲームでした。皆さん、ね、楽しんでいただけましたでしょうか。はい。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後は決めの、はい、せーの。デハデハ。平和。ごめん。